はい、こんにちは、かけむねです。今日はですね、ホンダさんの新型 WR-V っていう車借りてきましたんで、内外装レビューやりますんで、よかったら一緒に見てください。ホンダ WR-V ですね、1.5 リッター NA エンジン搭載する、コンパクト SUV って、僕らリリース前に聞いてたんですけれども、コンパクト SUV ではないですね。車両サイズの方が全長4325ですね。全幅が1790です。で、前高が1650ですね。なかなか全幅結構ある感じで、でノーズがですね、乗ってみるとちょっとやっぱりこう長いようなこう印象がありました。でですね、フロントフェイスはこれのジョイグレードのベゼルにちょっと似てるかなっていう感じはするんですけれども、ヘッドライトがね、なんか変わってて、また後で点灯させますね。ジュエルアイじゃなくなったんですよね。昔のホンダさんの売りであったジュエルアイ LED はじゃなくなったです。で、フェンダーアーチモールで、サイドステップのところにもモールがレイアウトされていて、こう SUV っていう、こうなんていうんですかね、 SUV 感があるデザインになっています。で、このテールレンズなんですけれども、今日こっち持ってくるときに、あのベゼル、新型ベゼル走ってたんですけど、それとなんか似てますよね。なんかウルトラマンみたいな目のデザインのテール、デザインやったんですけど、ここがないかだけかな。こうベゼルのやつはこういう感じで赤で囲ってる感じで、で同じ一文字ですね。ただ値段の方はベゼルの方が全然圧倒的に高いですよね。こっちは、販売価格が200万円から240万円で、FF のみの設定になっています。でね、やっぱりちょっとね、ベゼルとちょっと違うのは、ここのね、ルーフのね、落ち込みがね、まあまああるから、乗るときね、頭当たるんですよね。ここから乗らないとちょっと頭が当たるかなみたいなところです。じゃあちょっとエンジンかけてしまいましょう。さっとでね、燃費の方ちょっとまずチェックしてみますね。これがエンジンスタートで、右がアナログメーターで、左がデジタルメーターになってます。それで燃費の方はね、10何倍だっけ、トリップ A が 12.3 で、トリップ B が10でした。でもね、廉価版 SUV なんですけれども、なかなかいい感じで、ナビ文字が多分でかくて、出ましたね、燃費。12.3 で、トリップ B が 10.1 ですね。です。で、値段安いんやけど、パドルシフトついてると。ですね、あとは、まあちょっとあれなんですけれども、電動パーキングブレーキがなくて、レバー式になっています。で、ベゼルはボタンスイッチなんですけれども、AT セレクトレバーになっています。っていうところですかね。インストラメントパネル周りは、まあそんなに、悪くはない感じでしょうか。エアコンがめっちゃよく効きます。で、カップホルダーですね。で、ここにもあると。で、ドアポケット、まあまあちょっとちっちゃいです。ドアポケットは。合皮ですよね。いい感じです。で、ホンダコネクトに対応していて、オペレーターとお話ができるサービスも、まあ、お金は、サブスクやと思うんですけれども、ついている感じですね。で、グローブボックスは、まあ、なかなかでかいです。よいしょ。で、助手席側なんですけど、まあ、シートの方は、まあ、何の変哲もないかなっていうところですね。で、アイドリングストップなしの、
モード、走行モードですよね。エコー、ノーマル、スポーツモードとかいう、そういう類の機能はないです。で、この WRV の売りは、アクセル回路に応じてシフトこうなんかスポーツモード制御になったり、ブレーキ踏む強さによって自動的にブリッピングシフトダウンして高回転キープして、スポーツ走行を楽しめるっていうのが一つの売りらしいです。ちょっとね、乗り降りの方なんですけど、ちょっとやっぱり、座面高いじゃん、ロードクリアランスが高いからちょっと足上げやんと、乗り降り しにくいかなっていうところはあります。後ろの方はね、広いです、なかなかゆったり座れる感じなんですけども、ちょっと頭当たるな、乗り降り。さっきもね、ちょっとフロントのこう落ち込みのところで頭とぶつけて痛かったんですけれどもこういう感じですね。で、後部座席にもエアコン吹き出し口があります。これで200万はありやな、なかなか。じゃあトランク周り見ていきましょう。ちょっとね、ほんま乗り降りがね、ちょびっとでかい人間にはルーフがちょっと、もうちょっとルーフ高くしてほしいなっていう ところではありますね。おお、トランクは広いな。いい感じ。 OK。ダンパーが硬い感じですね。ドルフィンになってますね、マフラー。ドルフィン見ないですね。じゃあ、ヘッドライト周り見ていきましょう。僕もちょっと見てなくて、さすがにシーケンシャルはないやろうけどね。きれいきれい、 LED です。羨ましい。標準で LED か。ヘッドライトもきれいですね。 6000K ですね。ホグも 6000K ですね。いいです、いいです。ドアミラーのターンランプも LED ですね。きれいです。でね、ベゼル今日一緒に走ってたって言ってましたやんか。ベゼルは一文字全部光るんやけれども、これはここ一文字のセンターは光らないんですね。いいです、いいです。綺麗ですね。後ろは電球でしたね。こういう感じです。よし、ちょっとエンジン見てみましょう。エンジンめっちゃ熱かった、これが一応IV テックエンジン 1.5 リッター IV テックエンジンです。オーバーハンクよりも前に来てるレイアウトですね。バッテリーもできたらオーバーハンクに近いところにレイアウトして欲しかった、ホルナさんやったら。こんな感じですね。エンジンは静かです。で、エアはフレッシュエア吸うように設計されてますね。ラムではないですね。ラムではないです。熱いエンジンが、一応こんな感じです。これで200万、一番廉価グレード200万、安いお買い得やと思うんですけどね。ちゃんとそんな安物臭くはないんですよね。なかなかいい感じ。ちょっとネガティブなところって言ったら、ここがちょっとね、落ち込みが高いから、乗り降りするときに僕は頭ぶつける感じですね。以上、ホンダの新型 SUV WRV、内外装レビューでした。何か参考になれば幸いです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。